これから、この表題の論文について、自然言語処理研究室の多田が発表させて文献紹介させていただきます。この論文についてです、この論文は、すいません失礼しました、昨年の、2017年の、EMNLP の、論文ですに、採択された論文です、この論文では、文書の、ベクトルの手法として SCDV という手法を提案しています。この、手法は、これまでの、NTSG という、手法がステートオブジアートだったんですが、こちらを、超える成果を達成しました。また、他の分散表現の、手法と比較して、時間コストが削減できるという、成果を得ることができたという論文です。まずイントロダクションとして、分散表現、分散単語埋め込みは、その、意味属性と、構文属性を補足することができる、高次元の、高次元で、低次元の高密度で、低次元の、実数ベクトルとして単語を、表します。ニューラルネットワークの言語モデル、のこの、2013年のミコロフさんの、に基づく、表現は、語彙ベクトル、語彙モデルの、欠陥を、克服してベクトルの次元性をさらに低下させることを、しました。しかしまだ、ドキュメントや、短いテキストの分類などのタスクのために、段落だったり文書全体の、エンベディングを拡張するというタスクがあります。しかし、文章の、エンベディングっていうのは、まだ、文章あ表現することが、難しいと、ここではなっています。また、2つの、異なる、意味を持った、単語、まあ意味が複数ある単語を含む、文章を、正確な、意味表現で、区別するという必要もあり、これらが、問題になっています。あ、問題、課題となっています。この論文では、これらの、課題に対しまして、文章分類のタスクのための、大規模テキストの、効率的で、正確かつ、ロバストな、意味表現を、作成するために、先ほど挙げた、SCDV という、手法を提案しています。この SCDV、スペースコンポジットドキュメントベクターズなんですが、こちらは、主にこの3つの、ステップによって、構成というか、アルゴリズムが、分けられます。じゃあ1つ目の、ワードベクタークラスタリングです。これは、ネガティブサンプリングを、伴うスキップグラムのアルゴリズムを、さっき挙げた、こちらの、ミコロフさんの2013年の、論文をの、手法を使用して、語彙 V の、各単語について D 次元の単語ベクトル表現を、学習するというものを、使用しています。その次に使用してすいません学習をします。で、次に、ガーシャンミクチャーモデルの、ソフトクラスタリングの、手法を、使用してこれらを、ワードエンベディング、これらの、ワードエンベディングを、クラスタリングしていきます。すいません、ちょっと文書中のベクトルが、ちょっと誤った書き方になってるんですが、すいません、正しくは論文の方、ご確認すいませんお願いします。各単語すいません続けさせていただきます。各単語の、各単語 WI に、対して、P によって、D 次元のあすいません K
稽古の、異なる、単語クラスターベクトルを、作成します。すべての、稽古の、単語クラスターベクトルを K×D 次元の、エンベディングにして、コンカチネートして、それを、WI の逆文章頻度で重み付けして、単語トピックモデルを、形成します。こちらですね。で最後に、文章 DN に現れる、全ての単語について、それらの単語トピックモデルを、用いて、文章ベクトルを得ます。すいません。でこの文章ベクトルは、他のほとんどの値が、0に近いということで、この、特性を、式1に利用してスパースな複合文章ベクトルを、作成します。こちらが、先ほどの、モデルのフローの図なんですが、こちらで、クラスタリングして、ボキャブラリーからワードベクターを作成して、すみません、先ほどの流れですね。で、ワードトピックベクターを作成します。で、その後に、文章のインプットに対して、プリプロセスした後、各、単語に対して先ほど求めたワードトピックベクターを利用して、この、手法の、ベクトルを求めていきます。で 論文では、実験を複数行っているんですが、この論文、実験数が多いので、特に論文で成果となっているものについて、紹介させていただきます。まずベースラインですが、他の論文としても、比較しても多いと思うんですが、結構いろんな、過去の、手法と、この、論文、昨年の段階で、セータ・ボジャートだったこの、ニューラルテンサースキップグラムのモデル、スキップグラムモデルですね、との比較も行っています。もベースラインとして比較を行っています。で一つ目の、実験としてマルチクラス、クラシフィケーションを行っています。データセットは、22スクループで、設定といいますか、パラメータ等はすみません、このようになっています。で、その実験結果がこちらです。で、すみません、赤字が、提案手法で、他のモデルよりも、高い精度を出すことが、できています。セータブジャートであるこの NTSG と比較しても、高い値を出すことができています。精度ですね、を出すことができています。次に、マルチラベルクラシフィケーションです。こちら、データセットはロイターのデータセットを用いて、ラベルのクラシフィケーションを行っています。文章の、ラベルのクラシフィケーションを行っています。で、こちらが、下が、実験結果で、こちらでも、他の手法と比べて、高い値を、出すことが、できています。で最後に3つ目の実験として、コンテンツの、センシティブラーニングコンテンツセンシティブラーニングの、実験について、紹介させていただきます。こちらでは、このワードに対して、どんなクラスターワードがこう求められて、意味的にどう分かれるかっていうものを確率を見ています。これは、この、
提案した手法がこういったことにも使えるという、ことを示す、示すというか使える、まあ、使えるっていうことを、示すという形になっているので、特にあの他の手法と比較はしていません。アナリシスとディスカッションです。提案仕様は、文書ベクトルの、トレーニング中の、まあ、いくつか、先ほど挙げた、課題を、に対して、ある程度の克服といいますか、いい精度を出すことができました。で、一つ目に、文書トピックを見つけるためのワードエンビディングのクラスタリングにより、分類性能を、改善したという点です。で、クラスタ化は、段落ベクトルよりも、文書識別表現を、より多く、得ることができるそうで、これによって SCDV は、複雑な文書表現を、認識することが可能となるとのことでした。で、こちら、左が、パラグラフベクターで、右が、提案手法の、クラスタリングの図なんですが、提案手法の方で、クラスタリングが、はっきり、よりはっきりできていることが、確認、見て、感じられます。はい。次に意味を、意味の異なる、単語が、異なるトピックに目の異なる単語が、きちんとした異なる、トピックに、あ、きちんとした、異なるトピックに、割り当てることが、できるということを確認しました。また、先ほどの、20ニュースグループの、実験では、バックオブワーズのベクターモデルで、1.1GB の、モデルの容量だったんですが、提案手法では、236MB と大幅に、データの、コストを削減することができました。最後に、まあ、それも、先ほどのも関連してくると思うんですが、文書ベクトルにかかる時間的なコストも、削減できたと、この論文では、報告しています。コンクルージョンです。この論文ではトピックベースの文書表現の、ための、手法を提案しました。 SCDV は、マルチタスクおよびマルチラベルの分類作業において、ステートオブジアートのモデルよりもいい、精度を出すことができました。この論文では、単語ベクトル上のファジーガースミキチャーモデルクラスタリングが、LDL にも、一貫した、トピックを、出すことができ、また、異義語複数意味のある語を検出するためにも使用できると、しています。提案モデルは、シンプルかつ効率的で、文章より正確な意味表現の、意味表現を作成することを可能とするとして、この論文は終わっています。以上で発表を終わります。